忙しい忙しい忙しい。その代わりクリームぜんざいおごりってことで。へい。でもほんと大変みたいだね。西園寺くんが家事できなくて。そうなの。あーもう誰かどうにかしてよってなりたくなっちゃうぐらい大変。まあかなたも朝5時半に起きて朝練行って、夜も練習で9時半ぐらいまで帰ってこないし、私の前では見せないけど、一人でいるとこ見るとすごくクタクタみたいなんだよね。だからなんとなく私も頑張ろうかななんてね。まあ大会直前で怪我した主力選手の代わりにいきなりバスケ部のメンバーに招かれちゃう西園寺君の実力もすごいけど、みゆちゃんもいいお嫁さんになるよきっと。何よそれ。私はカナダのやつに同情して仕方なくやってるだけなんだから。まあそういうことにしときますか。しとかないでよ光月さん。俺だよ俺。なんだクロスくんじゃない。なんでそんなところに隠れてるのよ。カナダが来るのを待ってただけだよ。え、ちょっと聞きたいことがあるもんだからさ。俺新聞部の手伝いでバスケ部の練習風景を取材しに行ったんだけど、そこでちょっと意外なこと聞いちゃって。何？うん、あいつ今日まで一度もバスケ部の練習に出てないらしいんだ。え？うちの学校の体育館が今改装中で使えないから、臨時で借りてる小学校の体育館まで行かないといけないんだけど、それがめんどくさいのかなとかいろいろ言われちゃってるんだ。嘘。チームプレーが大事なのにカナタのやつなんで来ないんだって怒ってる先輩もいるみたいなんだよね。引き受けたくせに無責任だって。でも毎朝早く出て夜も遅いんだよね。うん、するってとあれかな。え、バスケの練習を付き合ってる女子高生とのデートの言い訳にしてるとかね。小学校に好きな女の先生がいて体育館じゃなく職員室行っちゃってるとか。朝早くと夜遅くだけこの辺を走る新型バスに乗りたいとか。それクロス君だけでしょ。ん、私確かめてみるよ。どうしたんですかミュウさん。え、別にどうもしないよ。あ、晩ご飯の時にカナタさんがいなくて寂しかったとか。まさか。ルーちゃまはここんとこちょっと寂しそうですけど仕方ないですもんね。ただいま。ふぅ、あちあち。ワニャ、風呂空いてるか。はい、湧いてますよ。そっか、サンキュー。カナタ。うん。練習大変？まあな、バスケなんて久々だからさ、いつもと違う筋肉使うだろ。だからあちこちパンパンだよ。バスケ部のみんなとは？なんだよお前。やってんのちゃんと。はあ？みんなと一緒にやってるの？その辺は。風呂入るから脱ぐぞ。絶対何か隠してる。
は飛び立った。なんじゃそりゃ。雰囲気出してる。行こう、私たちも。じゃないとこへ向かってるよね。皆さんお揃いで何なさってるんですか。うわあ、みたらしさん、親戚のお兄さんじゃないの。あ、どうも。かなたの様子がおかしいの。え、それで、うわ、特番やってますよ、特番。ごめんなさい、ごめんなさい。私のせいでかなたさんを見失ってしまって、この通りです。いいよ、私たちも食べたし。おいしいね、これ。しょうがないから、今日はこれ食べ終わったら解散しよっか。その必要はありませんわ、クリスチョン。夕べの予感がどうにも気になって来てみたんですの。は、実は私、ゆうべお勉強中にシャープペンシルの芯が折れて、あ、これは何かカナダ君に不吉なことかなんて思ったけど、すぐにんなわけないですわよねって思い直して、ふと気がついたら、私の手ったら勝手にカナダ君が入浴している絵なんか描いてしまっていたりなんかしてしまったりして。ところで皆さん、何をグズグズしていらっしゃいますの。カナタ君のシャンプーの香りはまだ消えていませんわ。すぐに参りましょう。こっちですわ、こっち。みんな、カナタこそどうしてこんなところで一人でやってんのよ。いいだろう、そんなこと。よくないよ、わからないから。私カナタのこと疑っちゃったじゃない。昨夜のそれでか。昨夜二人に何が。ねえ、何かあるんでしょ、わけが。言いたくない。なんで。まさかカナタ、ここにうちの OB で今は女子校バスケ部のエースっていう可愛い先輩が個人レッスンに来るのか。誰なんだよそれは。そうなんですの、そんな方がいらっしゃったの。カナタか。だからそんなやついないんだって。さあどうして。やっぱり言いたくない。いらっしゃるのね、年上の方がいらっしゃるのね。しょうがないから行くか。どこへ。俺にとっては恐怖の小学校の体育館だよ。ここがカナダの小学校なんだ。そうそう、俺もここでモテモテな6年間を過ごしたんだよね。うそうそ、行くぞ。なんか突然気分が。え、みたらし団子何十本も食べたからじゃないですか。すいません、しょうがないな。大丈夫か。はい。じゃあ開けるぞ。なんともないじゃない、かなた。練習を始めればわかるって。すいません、練習に参加しに来ました。
だよ、大丈夫じゃん。どこが恐怖なのよ。これがそいつの姿。俺が6年生の時初めて出てきたんだけど、その時は赤ちゃんみたいだったのが、今はかなりでかくなってる。ちょっとカナタ、これはないでしょ。これは私だってもっとうまいよ。しょうがないだろ。そうだよ、しょうがないよ。え、これさっきの写真な、何よこのふざけたやつは。ああ、やっぱりカナタ君の画力はすごいですわ。確かにね。で、結局何なのこれ。俺にはわからないけど、とにかく体育館の外には出られないらしい。幽霊なら親父に教えられたやり方で除霊とかもできるけど、こいつには聞かなかった。もしかしてこれが幽霊じゃなくて宇宙生物だからかも。宇宙生物？ええ。やっぱりそう思いますか？俺もそうだと確信してたんですよ。また始まったよ。わかるんですの？多分宇宙の磁気嵐に巻き込まれて地球に落っこちてきた生物だと思います。あの体育館から出られないのは地球の地軸の傾きと何か関係があるんじゃないでしょうか。でもそれは赤ちゃんで力がなかった時だけで、成長した今はその気になればどこへでも出られるはずです。そんなことになったら大変なことだよ。カナタにずっとくっついてきちゃうよ。何か方法はありませんの？詳しいことはちょっと私もまだ思い出せなくて。ていうか、そこまでわかるのだってすごすぎると思うんだけど。どうしてそこまで？すごい人なのこの人ね。えカナタ。そう、 UFO マニアで超常現象マニアで、その筋に詳しいんだ。本当ですか？いやー感激だな。同じ趣味の人がこんな近くにいるなんて。 あとは俺にお任せください。超常現象マニアとしてとりあえず家に帰ってもう少し調べてみようと思うんですけど、資料がすぐ見つかるか。そうだね、いろいろ準備してバスケ部の練習が終わった後にまた体育館に集合しようぜ。サンキュー。ごめんね、疑ったりして。しょうがないんじゃない。うん。じゃあ行ってくる。気をつけてくださいね。なるべく早く調べて追いつきますから。ちょっとバタバタしますけど、ルーちゃま起きないでくださいね。カナタさんとミュウさんも頑張ってるところですからね。
もう一度聞くけど、何なのこれ。だからあいつに乗り移られないようにかぶる魔除けの帽子だよ。内側に魔除けの呪文が書いてあって、それが結界を作るんだよ。結界っていうより結界だよ。これはみゆちゃんなんか親父系。原点、そんなつもりじゃないって。ブツブツ言ってないで、みんな行くぞ。何これ。宇宙人を呼び出すための仕掛けさ。今仕上げをやっちゃうからちょっと待っててね。なんかあからさまに怪しい。うん、うん。こうだったかな。6年生の時から俺に悪さしてるんだよ。悪さじゃないよ、他に感じてくれる人がいなかったから。だからって帰ってほしい？私に。まあね。じゃあね、私の言うこと聞いてくれたら素直に帰るよ。1億円くれとか地球を征服させろとか、そういうのはできないな。簡単なこと、子供にもできること。だったら聞いてやるよ。何なんだ？私が地球人とコンタクトした証に。証に？なんだろう、サインでもくれっていうのかな。キスして。おいちょっと待て。そんなことできるわけ。口と口を合わせるだけ。子供でもできるでしょ。簡単だね。それはそうかもしれないけど。なに、納得してんのよ、カナタ。気絶しただけだよ。この子の体を選んだのはあなたと一番波長があったから。え、何よそれ。だからこのままキスしてほしいな。したら本当に帰るんだな。ちょっとカナタ、どういうことそれ。本気でしちゃうのキス。ミュ、目をつぶってくれ。ちょっとカナタ、そんなこと言われたって私は。こらこらこら、私のまぶたを勝手に閉じないでよ。取られたってちゃんと意識あるんだから。ってことは私のファーストキスになっちゃうんだから。どうしよう、カナタの唇がどうなってるの。真っ暗で何も見えないじゃないのよ。ほら目を開けなさいよ、開けてよ。あいつの故郷の星にみたらし団子そっくりな幻のお菓子があったことを。あ、そう。
に食べたら太っちゃうよ。あー、美味しかった。これで心残りなくなっちゃった。どうもありがとう。じゃあコンタクト、コンタクト。じゃあはねー。ミユさん、大丈夫ですか？握手でもよかったのかよ。ミユさん、ほんと無駄にドキドキしちゃったよ。ケップ。ねえ、カナタ、もしも乗り移られたのが私じゃなくてもキスした？ん？多分カナタさんとミュウさんだったから、ただの握手じゃなくてキスにしようとしたんじゃないでしょうか。だって2人はとっても素敵なルーちゃまの地球のパパとママなんですから。